こんにちは、ショウゴです。ハロー、ミサキナオだよ。ねえ、LINE スタンプ作って申請したんだけど、一部の画像が著作権侵害に当たると言われて、リジェクト、書き直し、って言われちゃったよ。著作権に関しては LINE スタンプを作るにあたってクリエイターである私たちは、避けては通れない部分ですからね。そこで今回はよくある5つの著作権侵害を解説したいと思います。自分が作った LINE スタンプが当てはまってないかチェックしてみてね。一つ目のよくある LINE スタンプの著作権侵害は、二次創作に似たデザインやキャラのスタンプを作ってしまうケースです。二次創作ってアニメやゆるキャラってこと？そうです。これは LINE スタンプだけでなく、LINE 絵文字や着せ替えにも言えることで、クリエイターが作れるのは基本的にオリジナルのみとなっています。二次創作をヒントにして作るのはいいけれど最終審査は人がやっていますので明らかに、パクリだと思われるデザインは控えましょう。でもさ、前にショウゴはワンピーススタンプ作ってたじゃん。あれって著作権侵害じゃないの？ああ、それは大丈夫です。このスタンプは期間限定でワンピースに関連したスタンプが、誰でも作れる時に作ったものだからです。そういえばそんな企画あったね。それに LINE スタンプ公式サイトを見てみるとたまに有名人や有名キャラで、スタンプを作ってくれるクリエイターを、募集しているみたいだよ。そういった企画の場合著作権は企業が持つ時と、企業と個人クリエイターの両方が持つ場合もあります。ややこしいな。でも企業とのコラボや関連したスタンプは誰に著作権があるのか、きちんと把握した方が良さそうだね。ただし例外として熊本県のゆるキャラ、くまモンは個人で自由に LINE スタンプが作れます。くまモンすごいじゃん。だからスタンプショップでいろんな人が、くまモンのスタンプ作ってたんだね。よし、じゃあ私も便乗してくまモンの LINE スタンプをたくさん作れば。いやいやいや、ちょっと待ってください。私は個人でも作れるけどくまモンが著作権フリーとは言ってません。それってどういうこと？くまモンには著作権の代わりに商標権というものがあります。これはざっくり言うとくまモンのイラスト利用の申請を行って受諾されると3年間その絵がスタンプなど商用利用が可能です。詳しい方法は概要欄にあるリンク、くまモンオフィシャルサイトを見てね。二つ目によくある LINE スタンプの著作権侵害は、商用ロゴ、文字に似たものを作ってしまうです。確かそれって過去動画でも言ってたね。基本的に LINE スタンプはロゴや文字のみの、申請はリジェクト対象になるって。そうですね。例として赤い十字マークを、病院や救急箱をイメージしたスタンプに使った場合、赤十字社の著作権侵害に当たるため、リジェクト対象になってしまいます。じゃあ色を変えてみたりデザインを変えれば審査に通るってことだね。それも一つの方法ですが、写真を撮ってスタンプを作るときはもっと要注意です。写真を使って LINE スタンプを作る場合はペットや、趣味の乗り物をスタンプにしている人が多いです。その際写真の一部に著作権に引っかかりそうなロゴや文字が写っていればリジェクトになりかねません。また乗り物はナンバープレートが引っかかる可能性があります。写真なら絵より簡単そうですぐに審査通って売れると思ったけど、きちんと加工や編集しないとダメそうだね。三つ目の著作権侵害になりうるスタンプは有名ワードの利用です。使ってもらう方法として有名ワードをスタンプに入れたいと思っている人いませんか？その作戦自体は割と問題ありません。確かにショウゴもたまに作ってるもんね。でもじゃあ著作権侵害にならないんじゃないの？それが有名ワードの元ネタが商標登録されてる場合は使えません。なのでスタンプを作る前に使いたいワードが商標登録されてないか調べることをおすすめします。なるほどね。これでなんで当たり前だのクラッカースタンプがリジェクトされたのか分かったよ。随分レトロなスタンプ作ろうとしてますね。ちなみに当たり前だのクラッカーはダジャレだと思ってる人が多いようですが、元ネタはお菓子の商品名です。 0.5 平。そして4つ目の著作権侵害に当たるスタンプは無断で有名人の画像を使った時です。これは著作権というよりも肖像権に当てはまりそうだね。でもこれは知ってる人が多いんじゃないかな。そうかもしれませんね。ただ今回はイメージしやすい有名人の画像と言いましたが、友人や知り合いの画像、似顔絵を勝手にスタンプにして販売することも
著作権侵害に当たる恐れがあります。モデルにされた人が訴えてこなければ問題ないけど、訴えられたらその人とは今後いい関係が築けないでしょう。有名人や一般人関係なく誰かの画像や絵をスタンプを使うときは許可が必要ってことだね。基本的にはそうですね。ただし例外もあります。著作権保持者からの依頼やワンピースのように期間限定で著作権フリーにしているパターン、著作権が切れてる場合は許可は不要です。著作権が切れるってどういった時なの？2018年に改定された著作権法では作者死亡70年後に切れます。なので大抵の歴史上の人物などは著作権侵害にはなりません。なんだ、じゃあルーブル美術館に行ってモナリザを盗んでもいいってわけね。いやいや、それは普通に不法侵入と窃盗容疑で捕まります。ラスト5つ目のよくあるラインスタンプの著作権侵害は、既存スタンプのコピー、類似品を作ることです。これまで二次創作や肖像権とかいろいろ言ったけど、やっぱりラインスタンプクリエイター同士でも被らないようにしなきゃなんだね。そうですね。買ってもらうためにヒットスタンプを参考にするのはいいけれど、審査でパクリだと審査員に認識されないように気をつけましょう。あ、そうそう、8個じゃ売れないし、複数イラストや写真を準備するの面倒だからって、文字やセリフだけ変えて画像が似てたり上下左右反転しただけの絵もリジェクトです。ち、せっかく効率のいい作り方を見つけたと思ったのに、自分の作品も類似品扱いなんだね。それはただの手抜きです。最後にクリエイターズスタンプの著作権の持ち主について軽く話そうと思います。結論、クリエイターズスタンプの著作権はスタンプの作者である私たちにあります。だからスタンプに使った絵や写真を他のブックにも使えたり、宣伝広告にも自由に使えるんだね。私たちに著作権があるのはそれだけが理由ではありません。これまでは著作権侵害になることを中心に解説してきました。しかし逆に私たちが作ったスタンプを無断使用されてしまう恐れもあります。その時の対策としてコピーライトの証明が自分でできるのもメリットです。今はコピーライトをつけるのが必須だろうから忘れないでね。今回は著作権侵害によるリジェクトについて話しましたが、これ以外にもラインスタンプがリジェクトされる原因がいくつかあります。それに関しては先ほどちらっと載せたサムネイル、作ってはいけないラインスタンプ5000で解説しています。この動画のリンクは概要欄にあるよ、よかったら後でチェックしてみてね。さて本日の解説は以上です。この動画が少しでも参考になったり面白いと思ってもらえたのなら、最後にグッドボタンを押してくれると嬉しいな。このチャンネルは毎週金曜日の18時にイラストメイキングやラインスタンプの作り方などについて解説しています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。